大家好，我是宗山。我是那穂。グダグダや。こんにちは皆さん、中山茂樹です。こんにちは、石田那穂です。今日は台湾に留学している友達に来てもらってインタビュー形式でいろいろと動画撮りたいなと思います。また出てるよって質問また出てるよって思いません？ビワの人あ、この人結構あの YouTube 出てる人で、この前のあの誕生日の動画にも出てて、あの20歳になったばっかりの、いただきました、おめでとうございます。シャンリュークワラー、シシエ。じゃあ今日やりたいのは、台湾に来て台湾の文化とか台湾の生活の中ですごい好きな部分3つお互い挙げていきたいなっていうところで、まあなんかタピオカミルクティーが安いとか、なんかそういうレベルじゃなくて、もうちょっと踏み込んだ感じの中身が面白そうな、なんかあるかなと思って。3つ、ちょっとシンキングタイム。3つ、さあどうぞ。1つ目、別に順位はなくてもいいよ。3つ。1つ目は、うん、なんか時間が過ぎるのが早いぐらいに、あ、大学の生活がめちゃ充実していることです。スピーディーに毎日授業が、本当に授業というか、まあ生活だよ、生活一日一日がすごい早いなみたいな感じで、ですね、うん、外国人だからってのもあるんですけど、うん、毎日過ごすのが当たり前じゃなくて、うん、新鮮なことが多いんで、あ、しかもまだ2年目だよね。そう、2年目。ああ、そっかそっか。なんでも超楽しいです。僕も3年目になって、こう大体落ち着いてきちゃってなんかね、新鮮味がなくなってるからちょっとダメだなと思って、うん、ご飯とかも最近家の周り3つしか行ってなくて、やばい3軒しか行ってないからちょっとやばいなと思って。じゃあそれか、うん、時間が過ぎるのが早い。早い。だから充実した時間を過ごしてるってこと、うん。じゃあ僕1つ目、すごい人間関係が楽。あ、人間関係が楽っていうのは一つあるかもしれない。なんか別にその台湾にいるから楽っていうわけではなくて、なんかみんな自分それぞれの人生を楽しんでるっていう感じがすごく強くて、合わせなくていい、すごく周りと合わせることが少ないので、私これしたいって言ってみんなこれや、なんかみんなが違うことしてる感じがすごいなんかいいなっていう、そこが日本とは大きく違う。日本だったらどうしてもこうみんなで集団でやろうっていうことがすごい強いから、なんか一緒にみんなで遊ぼうって言ってもみんなで一緒のことやらないと、なんか別々のこととかしててもあれだけど、なんかなんて言うんだろう、いろんなことやってるじゃん、うん、だそういうとこはすごい楽だなって思うし、だそういうことでこうなんか精神持ってかれないのはいいなって。精神持ってかれないやんどる。じゃあ2つ目、2つ目、友達ですかね。友達、私たちの大学って結構外国人多いじゃないですか。多いね。で、学科も学科で結構多いんで、うん、だからこう台湾人だけじゃなくて、いろんな国のことしても、確かに。いろんな話、先生が一方的にっていう、うん、こうあのグループディスカッションとかが多いんですけど、うんうん、そう考えると意見交換もして、で、その、なんていうんだろう、教育のバックグラウンドとかも違うし、うん、住んでるバックグラウンドも違うから、結構、そういうところに言うみたいなとか、なんかね、驚きが結構あるなっていう。トルコとかいたよね。トルコ、マレーシア、シンガポール、まあ、アジア系が多いのはあるけど、うん、まあ、トルコとかアメリカ、海外でも結構多くて、結構多いですね。確かに面白い。面白いね。じゃあ僕は2点目に挙げるのは、台湾に来て日本人っていうのでだいぶこうすごいウェルカムな、うん、まあ、そのなんか体制が整っているところがすごくいいなってところで、優しいですね本当に。なんか僕前にアメリカに住んでたことがあって、アメリカに行って日本人だと、まあ、別になんか日本すごい好きみたいな人じゃない限り、ああみたいな、別にそんなに日本っていう国自体に対しての知識って多分ソニー、ポケモン、寿司みたいな、本当になんかそんなもんだったけど、なんかこっちだと本当に毎日の生活の中で日本のものは絶対あるし、車もほとんど日本だし、なんかすごいこう受け入れてもらえてる、社会に受け入れてもらえてるっていうのがすごいあるから、なんか寂しくならないというか、なんて言うんだろうな、なんか結構理解をしていただいてるっていう。そう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 、まあ、まあアメリカとかと比べるのもまたちょっとレベルが違うけど、すごいアットホームの国だなって。移住民としてもうやっぱ留学生ってさ、4年生、4年とか住むわけじゃん。そうですね。4年間住む上でそういう社会がさ、こう受け入れてるかどうかっていうのはすごい差が大きいなっていうのは思います。確かに。そこが2点目かな、俺がいいな、台湾。
住んでていいなって思ったの、うん、日本を認めてくれてる、やっぱりそれ大事だと思う、うん、やっぱいくら海外に長く住んでも僕ももう5年目、海外5年目なんですけど、うん、5年住んでもやっぱり外国人である以上やっぱね息苦しいところは多い、ね、日本にいてもきついところはあるんだけど、やっぱそこが一番いいと思います。じゃあ3点目、ラスト3点目は何だろう、ご飯とか言っちゃダメですか？あ、いい、全然いいよ、ご飯いいよ本当にご飯美味しくて本当になんかこの間っていうか、まあ9月始まりなんですけど、うん、大学が、うん、その前までは2ヶ月ちょっとか、うん、夏休みで日本に帰ってたんですけど、うん、まあ台湾のご飯が食べたくて食べたくてしょうがなくて。あ、わかるかも。いや、なんか結構まあ脂っこいってのもあるんですけど、うん、結構なんかそれぞれ特徴のある味というか、うん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 、が好きで、もうなんかあのチャーハン食べたいとか、あ、わかる、小籠包食べたいとか、わかる、ジーパイとか、うん、大きい唐揚げです、あ、大きい唐揚げ、ジーパイとか、いや食べたい、小籠包食べたいみたいな、わかる。スイーツだとトーファーっていう、あの豆腐の花って書くやつ、あれとあと朝ごはんのチーズ、チースーダンピン、あれがすごい好きだから、あれが恋しくて、やっぱあと朝ごはん屋さんが日本にあまりない、なんか日本で朝だけね、オープンしてる、そうだから朝家でね、なんかパンとかご飯、白米、卵かけご飯いいんだけど、なんか台湾の朝ごはんがすごい恋しくなったのは、豆乳が台湾めちゃくちゃ美味しいから、美味しい、本当に美味しい、豆醤、豆乳がすごい恋しかったです。結局フードかご飯になるのか、ご飯、ご飯超美味しい。あと僕も3つ目だと多分そのご飯の面かなって思うのは、やっぱり外食が安い、本当に安い、外食が安いからこう自分で作んなくてよくなる、だからもう作ろうとあまり思わなくなる、うん、外で食べてだいたい500円ぐらい、120元以下、まあまあちょっと高くても200、300ぐらいだから、まあ行って1000円、1000円以内で絶対何か食べれるっていう環境はすごく楽で、安いですよね。なんか日本に帰って東京駅とかの近くで食べて、まあ、1500円とか2000円とかランチ定食みたいな、でまあもちろんまあ物価とかも比べちゃあれだけど、まあ、でも別になんか台湾ってどこでもおかしくも安いわけではないから、うん、高い店は高いけど、高いけど普段の生活ではそんなに別に高いとこに行かなくても、あの普段周りにいっぱいあるので、まあ、僕は最近3つしか行ってないのはもう好きなとこ3つ回ってるみたいなとこなんですけどまあでもそんな感じですね。あとフルーツが安い、安いですね、フルーツがマンゴーとか、この前も市場に行った動画ここに入れておきます、まあ、めっちゃいろんな人に見てもらって嬉しいですけどまあそんな感じで、じゃあ台湾に来てまあいいなと思ったところ3つでした。こうなってる3つでした3つでしたそれではじゃあね、ちょっと開けてもらっていいですか。うわー